すっごいキノコの香りするんですよ。今回はね、キノコのソースとトマトのソース半々。どうも、皆さん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、まだ一滴も飲んでおりません。シラフバージョン。僕のシラフが見られるのはレアですよ、結構。今回はですね、至高シリーズでございます。好きなので、キノコ食べたいじゃないですか、皆さん。キノコを使ってですね、至高のキコリ風パスタ。これね、いろんな作り方あるんですけども、今回は特殊な作り方です。ただ、ガチでうまいです、これ。そんじょそこらのボスカオラでは出せない旨味と香りが出るやり方なので、今回はですね、それを丁寧な暮らしをしながらやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。まあね、ボスカオラ、まあ、パスタなんで、キノコですね、これね、合わせてね、しめじ、エリンギ、舞茸なんですけども、好きなキノコで平茸にしていただいてもいいし、椎茸にしていただいてもいいし、何でも大丈夫です。はい、ただ3種類のキノコね、混ぜた方が味と食感に、深みが出ますんで、キノコはミックスした方がいいかなっていう風に。まあ最近はミックスしたものも売ってたりするんでね、そういうものを使っていただいても結構です。これ 100g。 玉ねぎね、玉ねぎは1/4。スパゲッティですね、はい、7分茹での 1.6 ミリのものです。ホールトマト1/4缶分使うんで、まあ1缶で、4人前作れるんですけども、余ったやつは冷凍できるんでね、ホールトマトね、味劣化しないんで、冷凍してください。はい、であとツナ缶、僕はいつも、シーチキンのエルフレークね、キハダマグロのやつを使ってるんで、エルフレークを使ってください。まあカツオでもできないことはないんですが、もう僕は断然マグロ派なんで。あとは、調味料は概要欄に書いてありますんで、そちらご確認ください。じゃあ作っていきます。ということでですね、今回は至高のキコリ風を作るんですけども、ボスカイオーラっていうんですけども、やっぱりね、丁寧に作るっていうのが基本になってくるんですね。何が大切になるかっていうと、やっぱ丁寧な暮らしを意識することなんですね。僕は丁寧な暮らしをしていきたいと思います。まず氷を丁寧に入れます。ウイスキーを丁寧に入れていきます。ソーダを丁寧に注ぎます。そしてレモンを丁寧に絞り入れて、丁寧な暮らしの見本のハイボールでございます。ということで、いただきます。この丁寧さをですね、意識しながら、今回は普通に作るちょっと工程が多いですので、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、キノコはね、全部ね、半分にね、分けちゃいます。一回こうやって、でだから 50g、50g で分けるんですね。で、この半量をこれ裂きます。バラバラとこうやって裂いていきます。もう本当にこうぐしゃっていう感じでいいです。はい、ぐしゃっと。はい、全然丁寧じゃねえな、これ。で、これ丁寧に握り潰しちゃいます。はい、こうするとね、結構ね、味がね、出るんですよ。で、ここに、塩、お塩2つまみよく塩もみ込んでおきます。そうするとですね、キノコから水分が出てですね、あと香りが増していくんですね。すっごいいい香りが、してきますんで、半量はこの塩漬けキノコにしておいてください。こっちは、食感キノコ。キノコってやっぱり食感もすごい大事なので、こっちは食感を、残す感じで、結構フレッシュな感じで、ちぎっていきます。まあ、パスタとね、絡みやすいような感じで、裂いていきます。ちょっとね、細長い感じに裂いてあげるといいです。エリンギだとちょっと大きいかなと思いますんで、これ半分にしましょうか。半分にしてこうやって裂いていくと、パスタを巻き込んで食べるときに巻き込みやすいと思います。塩漬けするのはね、ほんのね、数分で大丈夫ですからね。これね、水とね、香りがすっごい出てきますから。玉ねぎなんですけども、玉ねぎ、まあ本当にこんな感じのスライスで、いいです。チョッパーにかけますんでね、これね。玉ねぎとこのキノコ、塩漬けしたキノコ、これをですね、チョッピングしていくんですね。ブンブンチョッパーがない方は両方をね、みじん切りにしていただくでも大丈夫です。ちょっとごめんなさい、今香り移して3分ぐらいなんで、もう3分ちょっと落ち着かせて、ちょっともうちょっと香り出していきます。はい、それではですね、大体もう8分ぐらいつけたかも。これ香り変えてください。
もうね、さっきの何倍も出てるんですよ、香りが。キノコの香りで丁寧な暮らしをしていきます。くー、こちらに投入します。はい、一緒にね、あの汁が出てたらね、汁も一緒に入れてくださいね。全てがこう刻まれた、この香りのあるキノコ、そしてこれから炒めていく玉ねぎ、ソースにですね、この深みをもたらしてくれるんですね。キノコペースト、最高のソースになります。ちょっとね、今回僕の本気のパスタなんで、いろいろポイントはあるんですが、全部説明しますから。はい、オリーブオイル大さじ1杯入れていきます。そしてこれ火にかけます。先ほどの、玉ねぎとキノコのペーストまあアッシェですね。はい、みじん切りです。こいつを入れていきます。はい、でこいつをね、炒めていく。火加減はね、まあ弱めで大丈夫です。僕はね、今回キノコの香りを最大限まで生かしたいので、ニンニク省きました。苦渋の決断、断腸の思いで削りました。なんで今回はこんな感じでね、丁寧に炒めていく。すっごいキノコの香りするんですよ。玉ねぎはね、決して飴色にしたいわけじゃないので、もう火を通していくようなイメージです。全体的に透き通ったら結構いいですね。味キノコが出来上がってきました。そしたら具キノコです。キノコ祭り開催です。ボスカイオーラっていうのはね、このキッコリ風っていうんですけども、まあ諸説あってですね、まあキノコはね、山で採れるもんなんで、あのキッコリが好んだっていうのもあったりもするんですけども、これからツナ入れていくんですけど、ツナがパカッと開けると、昔はね、チャンクって言って、あの切り株のみたいになってたんですよね。だからそれを切り株に見立てて、ツナとキノコが入ってるのをボスカイオラって言われたっていう説が濃厚です。ただこれも諸説あるので、何が正しいとかないです。料理の起源っていうのはね、何が正しいとかでないですからね。ビーフシューがね、ビーフシューのレシピを渡して、でも材料がなかったら日本の食材でやったら肉じゃがになったみたいな説がすごく日本で有力だったんですけども、あれも諸説あるらしいですからね。料理の歴史はね、学べば学ぶほど結構面白いです。キノコ C ですね。はい、ツナ缶ですね。はい、これを半缶油ごと入れてください。ツナの油って旨味が強いので、これはね、油ごと入れちゃって大丈夫です。炒めていきます。はい、ツナの油をちょっとキノコに回すような感じで少し炒めていきますね。今回トマトを入れてね、ロッソ仕立てにしていきます。ロッソは赤っていうんですね。 100g のトマト缶、トマト缶でいいです。ホールトマト缶でいいです。これはで、ここにですね、通常であれば白ワインとか加えて香り付けをするんですけども、今回はですね、白ワインを使うとね、ちょっと酸味がついてしまうんで、でこのパスタに酸味はいりません。キノコの旨味がすごく強いんで、本当にね、これは酒です。日本酒大さじ1杯、トマトと日本酒のこう相性ってすごくいいんですよ。コンソメもいつも僕小さじ1杯とか入れるんですけども、小さじ3分の1でいいです。はい、今回はね、キノコの旨味が、かなり出てるので、コンソメ少なめで全然平気。今回はね、キノコのソースとトマトのソース半々、黒胡椒だけ加えていきます。詰めていきます。で、この間に皆さん、お湯はね、もう沸かしといてくださいね。これね、トマトはね、煮詰めていくほど甘さが出ていくんでね、水分が、なくなって、こう全体的にもったりしたなと思ったら、これはちょっとはけて、で今度はパスタを茹でていきましょう。はい、じゃあお湯が沸きました。塩入れていきます。塩はね、味見してから入れるのが鉄則です。塩分濃度 1% ぐらいだから、ちょっと濃いめのスープですね。でいつも僕、ペペロンチーノとかオイルパスタの時は、茹で汁少ない方がいいよっていうふうに言ってるんですけども、今回はトマトソースで、トマトがパスタに絡まる役目をしてくれるので、多めのお湯で大丈夫です。これはパスタについてもう並々ならぬこだわりというか、かなり自負があるので、沸いてきましたんで、ここに、パスタを投下していきまーす。はい、ね、こういうやつだったら、こうやってギューってやってパッとやるとね、だいたい入りますんで ね、 これね、この間鳥羽シェフからね、鳥羽シェフに送っていただいたパスタ茹で用のなしね、これね、丈夫で折れないんですよね。パスタの表面が傷つくとかいろいろ言われる方もいらっしゃるんですけども、多分ね、ほぼ分かんないです。
湧くような感じでやってあげた方がいいのかな。ただあの皆さん、あの煮詰まってくると塩分も濃くなってくるんで、あんまりボコボコ沸かしすぎるかるとあの蒸発に気をつけてくださいね。麺の味が濃くなりすぎちゃう。表示のね1分前ぐらいまで茹でていきます。はい、ということでですね、今パスタが6分ぐらい茹で上がりましたね。で7分茹でなんで6分。僕はこのトマトソースは 1.6 ミリか7ミリあたりが一番、トマトソースってね、大体それがいいって言われてるんで、これちょっと揚げてソースですね。はい、ここにもうパスタ入れていっちゃいます。僕はね最近はねこういう入れ方します、面倒なんで。はい、こうするとあの麺と一緒にね茹で汁も少し入ってくるんですね。茹で汁ちょっと取っといてくださいね。ちょっと茹で汁入れていきましょう。まず大さじ1杯ぐらい、これぐらいかな。火はね温める程度でいいですからね。これね火をねあまり加えてないオリーブオイルの香りってもすごく素晴らしいので、オリーブオイルをね大さじ1から1半ぐらいですかね、入れていきます。こうすることによってね、あのオリーブオイルの香りが全体的に回ります。茹で汁っていうのはあの塩分が結構ありますんで、味付けにも使えますから、塩はね今加えてない状態です。あ、いいですね。ちょっとこうツヤが出てきましたね。そしたらちょっとね食べてみます。僕はねちょっと酒飲みなんで、これ好みですからね皆さんね。ちょっと一つまみします。で全体あえたらもうこちら完成なので、盛り付けていきます。はい、じゃあ盛っていきます。僕はまあこんな感じで、で最後にこのキノコのとこが固まってくると思うんで、フライパンについたソースもねこれ旨味の塊ですんで、これは入れてください。好みですよ、好みですけど、もう僕はかけた方がもう全然好きですね。キノコとチーズの相性は非常にいいんでね。でここにパセリ、ね、最後に青みが乗るとあの非常に可愛いです。至高のトリュフパセリ完成です。それでいきましょう。いただきます。いただきます。でもパスタって言ったらワインでしょ皆さん。ジェイコブスクリークの赤でいただきたいと思います。じゃあいただきたいと思います。キノコとトマトのソースをたっぷり絡めて、香りがすごいね。それじゃいただきます。うまい。ボスカールすごい好きなんでいろんなお店で食べたんですけども、これはね僕ダントツですね。キノコの香りがめちゃくちゃ出てるんですよ。キノコのみじん切りにされたペーストのソースとトマトが重なってめちゃめちゃ美味しいキノコトマトソースになってるんですね。みじん切りにされてるからパスタにめっちゃ絡むんですよ。頬張った時のこの至福の鼻を抜けるふっと香るキノコの香りがたまりません。これはワインでしょう皆さん。てつや、いや今日もベロベロになりそう。チアス、チアス、いただきます。いってらっしゃい。うっす、優しい味が好きだわ。キノコに完全にフォーカスしたからこれが好き。最高にうまいでしょ、うん、ちょっと今回はすいません、ほんとすいません。あの自分出した料理人としてね自分出してしまった。タバコもってことね、ベース優しくてすごい美味しいね。みじん切りにして味が染み出しやすい感じにして、ソースにすることによってこういう味になると。そう、あのねキノコって野菜の中でももうトップクラスに旨味を持ってる食材だから、あれをふんだんに使うと他の出汁を加えなくていい。コンソメ使うと小さじ1杯入れるんだけど3分の1まで減らしてるんだ。あとは塩味とあとツナの旨味だけだから、これをうまく使うとここまで調味料減らしても美味しいっていう。普通に切って入れるだけだとこんなに旨味出ないんだけど、一回料理つけといてキノコの細胞から水が出た状態でミキシングすると味がもう全部このパスタに乗り移るわけですよ。まあ、でも、まあ、これは日本人好みにされるし受けされるし、やっぱりレストランとかであのコースで出しても大丈夫なんです。これね本当に塩の量とか加減だから、もっと強めにしたい方も強めにやってるの。もうそれこそ粉チーズこってりかけてもいいし。イエーイ、お疲れ様です。今回の至高のキコリ風パスタボスカオラいかがでしょうか。食べるとびっくりするぐらい地味あふれた味になってると思います。本気のパスタぜひご賞味ください。
コースで出すと全部味濃いと、うん、コースで出すとね飽きちゃうから、うん、でもこれコースで出しても、そのもの自体が結構こう塩味も抑えられてるから、うん、だからこれだけでも本当美味しい。コースで出てきたらちょうどいいもんね。ちょうどいいね。肉魚して、うん、まあ、前菜も食べて、うん、で最後の方で、ね、これパスタが出てきて、あ、それはそれはフランス式。あ、フランス式なんだ。分からない。あのイタリア式はこれはセコンドアンティパスト、プリモピアットだから、うん、これは、ね、あの2番目。そう、だからサラダ、パスタ、それから肉か魚なんです。ああ、そう。だからこれは魚の前、肉の前に食べる。まあ、こんな量多くないけどね。いや、まあ、勉強にもなります。